君か。ちょうどよかった。挨拶を済ませておきたかった。私は行く。正気の巣の中に、そして鬼を撃つ。このままでは吉歌が持たない。開きかけた大曲どきの門を一刻も早く封じる必要がある。もうあまり時間がない。誰かが行かなければならない。なら私が行く。吉歌を犠牲にして自分だけが生き残る、そんな生き方を私にしろというのか。できるはずがないだろう。私は行く。差し違えてでも鬼を倒す。犠牲の連鎖を断ち切ることができないなら、せめて私がそれを引き受ける。君には随分世話になった。最後のわがままだ。吉歌のことを頼む。あの子には君が必要だ。あっという間だったな、君が来てからの日々は。君のおかげでここまで戦ってこれた。礼を言わせてほしい。ありがとう。あの木の実、おいしかったよ。お別れだ。ダメだ。誰が吉歌を守る。吉歌には君からうまく言っておいてくれ。君に会えてよかった。ではな、後を託す。おや、奇遇ですね。大岡さんが言ってしまいましたね。僕は地獄耳ですから。妹を守りたいという気持ち、わからなくはありません。ですが吉歌さんなら姉にそばにいてほしいと望むでしょう。人とはままならないものですね。あなたも行きたそうですね。まったく、あなた方は。いいでしょう。詳しい場所をお教えします。心してください。死は誰にでも平等に訪れます。あなたにも大岡さんにも、それが今日にならないことを祈ります。友を救うために走りますか。あの時、あなたのような人がいてくれたら
千里の道も一歩からだ。されています。悩んでいることがあったらいつでも相談してください。ったく、てめえは大バカ野郎だな。私は怒っております。揃いも揃って一人で行こうだ。どういう了見だ。隊長は仲間が信用できないらしい。秋水さんが教えてくださったんです、姉様とあなたのこと。ごめんなさい、私が弱いばかりに。姉様はお願いです、どうか姉様を助けてください。姉様を死なせないで。一緒に行こう、私たちならきっと助けられるわ。仲間を信じようと教えてくれたのは貴殿だ。今度は自分が貴殿のために飛ぶ。そういうわけです。一人で行かれるよりは皆さんで行った方がまだ可能性があります。こうなった以上、かけてみろ。お前自身の腕と仲間の力に。これを食べていってください。何これ、って苦っ。神木になる特殊な木の実で体内の正気を浄化する作用があります。気休め程度ですが、行動限界を少し伸ばしてくれるでしょう。おや、ご存知でしたか。大岡さんはどうやら我々に運があるようですね。行動限界を超えれば命はない。敵を片付けすぐに引く、一か八かの賭けです。それでもあなた方は行きますか。足りねえだろ。だそうです。その言葉を待っておりました。さあ行こうぜ。結界石を一緒に持って行ってください。姉様に私の声を届けたいんです。どうかご武運を。いかがされましたか。いつでもおいでください。こんにちは。
承知。行くぜ。いいぜ。任せて。お気をつけて。ま、仲良く行こう。